今回は、レゼルバ予約システムの機能の一つ、サービス担当者表示順設定についてご説明します。サービス担当者表示順設定とは、予約サイトに表示されるサービス担当者の順番を変更できる機能です。これにより、店舗の店長を一番上に表示したり、スタッフの順番を変更することができます。なお、サービス担当者表示順設定は、シルバープラン以上でご利用いただくことができます。 また、こちらの機能は、サービス提供タイプ、スタッフ指名ありでご利用いただけます。サービス担当者表示順設定のメリットなど、詳しい説明は、レゼルバデジタルの解説記事をご覧ください。それでは、サービス担当者表示順設定の設定方法について説明します。レゼルバ予約システムの管理画面から、基本設定へと移動します。 基本設定の中から「担当者登録」を選択してくださいすると登録しているスタッフの一覧が表示されますここでは各メニューの右側にある4つの矢印を使ってメニューの順番を変更していきます矢印をクリックし任意の順番に変更すればサービス担当者表示順設定は完了です実際に確認してみましょう先ほど設定した順番がしっかり反映されています プランの変更は管理画面の上にあるプラン変更のページから行うことができます。ご不明な点がございましたらレゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください。以上でサービス担当者表示順設定の説明を終わります。